では始めましょう。まず741番ですね。 Maybe Maybe という単語です。アクセントが一番最初にあります。多分とかもしかするとという意味になります。で、同じ意味で Perhaps という単語があるんですけども、こちらについては1114番の方で説明しています。多分ほにゃららないっていうふうに否定にするときには Maybe not という形を使います。では次に行きます。742番、 Finally Finally、 最後にとかとうとうとかついにという意味です。 At last という言い方と同じ意味になります。こちらについては310番の方で説明しています。演説の終わりなどにこのような形で使うことがあります。 Finally って言ってコンマで、その後にほにゃららですね。意味は最後にほにゃららという意味になります。派生語ファイナルという単語、最後のという形容詞ですね。743番、オウン、オウン。まず形容詞の用法で自分自身のとか独自の特有のなどの意味があります。 My own bag っていうふうに言うと私自身のバッグ。所有格の後ろに own を使うと所有格の意味が強まります。これは own は本当はなくても文法的には大丈夫なんですね。 my bag っていうふうに言っても my own bag って言っても内容的にはそんなに変わらないんですけども、 own を使っているので強調されているんですね。私自身のバッグ。あとは in one's own wayというふうに言うと、ほにゃららのやり方でとか自己流でという意味になります。このワンズの部分には所有格、my とか your などを入れます。この way は道ではなくて方法という意味ですね。はい、あとは動詞の方ですね。所有するという意味があります。これはオーナーっていう言葉、よくオーナーって伸ばして言うんですけど、それを聞いたことがあればイメージがつかみやすいと思います。オーナーって所有者っていうんですよね。英単語としてはオーナーというふうに読まないといけないんですけども、それを知ってると分かりやすいと思います。ハブよりも法的な所有権を表します。過去形、過去分詞形はどちらも ED つけて owned。ING、owning。三単元の S、owns。のように変化します。744番、 Away Away。 アクセントに注意ですね。後ろを強く読みます。離れてとか去ってとか不在でというような意味があります。不在でという意味の時には At home の反対の表現になります。 Run away っていうふうに言うと走り去る。Far away っていうふうに書いて、つながって Far away って読みますけども、遠く離れてとか遥か遠くに。Right away っていうふうに言うと、すぐにという意味になります。この Right は右という意味ではなくて、まさにというような意味。Away がすぐにという意味で、合わせてすぐにというふうに訳します。745番、 Even。Even、 発音に注意ですね。ここで V っていう風に読まないように気をつけましょう。で、副詞の用法だとほにゃららでさえ、例えば Even a child だと子供でさえ、あとは Even if、 Even though、 たとえほにゃららだとしてもという意味もあります。あとは比較級を強調する用法があります。マッチという単語に比較級強めるずっとという意味がありますよね。あのような単語ですね。比較級を強める単語です。形容詞だと偶数の、あとは対等のなどの意味があります。偶数のっていう意味だと uneven number、 これで偶数ですね。奇数の時には add、まあ、odd って書くんですけども発音が add、この単語を使って表します。746番、 able
able。 発音に注意ですね。あっていうふうに読み始めないように気をつけてください。形容詞なんですけども、よくこの形で使います。 be able to、 ほにゃらら、ほにゃららできるですね。ここにも書いてあるんですけども、 can と書き換えができます。あとは有能なとか才能のあるという意味でも使います。747番、 trip、 trip、 比較的短い旅行。 take a trip とか make a trip っていうふうに言うと旅行する。 a school trip だと修学旅行、 a day trip だと日帰り旅行のようになります。で、その他に旅、旅行に関する単語がこのようにあります。トラベルっていうのが比較的長い旅行、これは763番で説明しています。 tour、 観光、視察などの旅行。 journey、 比較的長い陸地の旅。 voyage、 船の旅や宇宙への旅行などのようなものがあります。748番、 stranger、 stranger、見知らぬ人とかその土地に不案内な人、詳しくない人ということですね。まず発音に注意しましょう。ストレンジャーではなくてストレインジャーで、この R がないとストレインジっていう形容詞なんですけども、そのストレインジは変なとか奇妙なっていう意味があるんですね。なんですけどもストレインジャーにはそのような意味はありません。で、ストレンジについては739番の方で説明しているので、ぜひそちらの方を見てください。これは道案内の時によく使う表現で、こう道を聞かれたんですけども、よくわからないという時に I'm a stranger here、 私はこの辺に詳しくないですというような時に使う単語です。749番、 Hurry、 Hurry、最初のここでふって読まないようにしましょう。はっていうふうに読みます。 hurry、 動詞で急ぐとか急いで行く。過去形過去分詞形は y を i に変えてから ed、 三単元の s も y を i に変えてから e です。で、 hurry up っていうふうに言うと急ぐっていう意味で、普通命令文で使います。 hurry up、 急ぎなさい。その時にはもちろん大文字で最初書いて、で、最後にはピリオドが必要になります。あとは名詞で急ぎというのがあって、in a hurry っていうと急いでいる状態で、つまり急いでというふうな意味になります。750番、shout、shout。まず発音に注意ですね。ショーっていうふうに読み始めないようにしてください。シャウト。動詞で大声で叫ぶとか大声で言う。名詞で叫び声っていうのがあります。動詞の時の活用、過去形、過去分詞形、ed どちらもつけて、シャウティッド。ing 形、シャウティング。三単元の s をつけると t と s がつながって読まれて、シャウツになります。751番、half、half、発音に注意ですね。この L は読んでいません。意味が半分とか半分の、あとは30分という意味もあります。これは時計、こう1回転で1時間、その半分ということで30分という意味です。よく使うのがこの表現ですね。half an hour、つながって half an hour って聞こえますけど、これで30分。この名詞だけでも30分ってあるんですけども、このようにも使います。あとは、half as ほにゃらら as 点点点、点点点の半分のほにゃらら。これは倍数表現の一つなんですけども、このような言い方もあります。詳しくは614番の as の方の説明も見てください。あとは、他にもこのような表現あるので、徐々に覚えていってもらえればいいと思います。752番、ストリート、
ストリート。まず発音がストリートではなくてストリートというところを気をつけてください。意味は通りとか、あとは街路、あとは点々点通りなどの意味があります。A busy street というふうに言うと人通りの多い通り。busy は忙しいっていう意味が本来ですけども、このように使うと人通りが多いということになります。A wide street、広い通り。あとは横断するっていう時には go across とか cross という単語を使って表します。あとはニューヨーク市の金融街でウォール街というのがあって、それはウォールストリートっていうふうに英語では言います。はい。で、ストリートとロード、ウェイの違いなんですけども、ストリートっていうのは人家や建物、商店などが両側に並ぶ市内の通り、つまりこう道があって、こうお店とか家とかがこういうふうにあるような通りですね。ロードっていう単語、これは離れた場所同士をつなぐ道。ウェイというのはある場所までの道順やある場所までの通路。道を教えてくださいっていう時にはこのウェイを使いますね。はい、まあこのような違いがあります。753番ヴィレッジ村とか村落という意味になります。ヴィレッジよりも大きいのがタウン、タウンよりも大きいのがシティになります。A farm village っていうふうに言うと農村。A fishing village っていうふうに言うと漁村。この fishing っていうのはフィッシュ、魚を釣るっていう意味の単語に ing がついたものですね。A fishing village で漁村というふうに訳してください。754番 present。まず発音に注意ですね。この贈り物とかプレゼントという意味を持っているので、プレゼントって読みたくなるんですけども、プレゼントになります。ここがゼじゃなくてズですね。で、その他にも現在という意味、あとは形容詞で出席してなどの意味もあります。まず、贈り物プレゼントという意味では、A birthday present。これは誕生日プレゼントですね。あとこの現在という意味だと at present、 現在はとか今のところという意味になります。これは now っていう単語とほぼ一緒ですね。で、この現在の反対の表現としては past、 これは過去、 future、 これが未来、現在、過去、未来ということなんですけども、それぞれ反対の表現になります。In the past だと過去に、 In the future だと未来に、将来にという意味になります。あとは出席してっていうこの単語の反対の表現は absent という単語なんですけども、 be present at だとほにゃららに出席する、 be absent from だと何々を欠席するというふうになります。ちょっとここ量が多いんですけども、徐々に覚えていってください。755番 Nobody。 アクセントに注意ですね。最初を強く読みます。例えば NO で始まってて Nothing なども最初のところを強く読みます。 Nobody の意味は誰もほにゃららない。三人称単数扱いなので、この後ろに一般動詞を使って現在形の時には三単元の S をつけるようになります。Nobody の同じような意味に No one という表現があります。No one っていうのも三人称単数扱いをします。口語では Nobody の方をよく使う。No one については41番の方の説明を見てください。さらに Not anybody、Not anyone という表現と書き換えもできます。No という単語はイコール not と any ですねという書き換えをしていると、これも応用でできると思います。
では次に行きます。756番 move、 move、 ほにゃららを動かすとか動く、引っ越す、あとは感動させるなんていう意味もあります。これは心を動かすっていうふうに考えてください。過去形過去分詞形は D だけつけて moved, moved、 ing 形は E を取って ing、 moving、 3単元の S はそのまま S だけをつけます。例えば don't move っていうふうに言うと動くなっていう意味にはなるんですけども、ただ実社会ではあまりこの表現使わないで freeze という言い方をします。 freeze っていうのは凍る、寒くて凍るってことですね、というふうな意味なんですけども、それを使って動くなというふうになります。757番 collect、 collect、 アクセントに注意ですね。このレの部分 E の上を強く読みます。集めるとか収集する、過去形過去分詞形は ED つけて collected、ing 形そのまま collecting、 s をつけるとつながって collects というふうになります。派生語 collection ですね、聞いたことあると思うんですけども、収集したもの、まあ、収集ですね、集めることを言います。758番 proud、 proud、 発音に注意ですね。プロっていうふうに読まないように気をつけてください。プラウド。誇りを持っているとか、自尊心のある。Be proud of っていうふうに言うと、何々を誇りに思う。この B は B 動詞を使います。例えば、私はあなたを誇りに思います。なんていうときには、I'm proud of you というふうに言います。この表現はよく使う表現なので、ぜひ覚えてください。関連語プライド、聞いたことあると思うんですけども、名詞ですね、誇りとかプライドという意味になります。759番ノイジー、ノイジー、騒がしいとかやかましいという意味ですね。ノイズっていう単語、騒音、これを聞いたことがあるとこちらも分かりやすいと思います。ノイズに関しては980番の方で説明しています。ノイズィの反対の単語は quiet、 静かなという意味の形容詞ですね。はい、最後760番です。 funny、 funny、 発音に注意ですね。ここでふっていうふうに読まないように気をつけてください。おかしいとか滑稽なとか変ななどの意味があります。関連語ファン、これが楽しみっていう意味の名詞ですね。こちらについては289番で説明しています。で、ファニーっていうのは滑稽さや奇妙さでおかしい、それに対してインタレスティング、こちらも面白いっていうふうに訳すんですけども、興味や関心を起こさせるっていうことですね。つい笑ってしまうっていうのはこっちですね、ファニー。それに対して興味深いという時にはこちらのインタレスティングを使うようになります。こちらは654番の方で説明しています。はい、今回の20語は以上になります。今見てもらっているのが今回の20語をまとめたプリントになります。こちらは先ほどのスライドショーの下の方ですね、にこのようなところがあります。この画像かリンク部分、どちらかをクリックしてもらうとこのようなページが開きます。印刷したいときにはこの PDF ファイルっていうのを開いてもらって、下の方にちょっと見づらいですけどプリンターのマークあるんですけど、こちらとかあと画面上で右クリックをすると印刷というふうに出てくると思います。ぜひそちらから印刷して使ってください。はい、あとはこの下見ていってもらうと今度は単語テストがあります。こちらもこの PDF ファイルから印刷できますので、ぜひ使ってください。はい、あと最初に説明したこちらの20語のまとめプリントなんですけども、こちらは先ほどと同じページにリンクが貼ってあります。
どちらからでもアクセスできますので、こちらからも使ってみてください。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。